はいどうもビスタンです。今日の動画ズバリ斬新すぎるかっこいい不正通用ドラムビートトップ5でございます。かっこいいのはもちろんなんだけど、アイディアがすごい、すごく斬新だという観点で、僕の思うめちゃくちゃかっこいいドラムビートトップ5を選んできました。で、まあ、トップ5、5選といったもののですね、ぶっちゃけ思いついた5個がこの5個なんで、このビートめっちゃかっこいいよビスタンとか、このビートのこと教えてっていうビートとかフィルにあったら、ぜひコメント欄とか他の SNS で僕に教えてください。さあ、じゃあ早速いきますか。第5位、はい、というわけでラルク・アンシエルさんのフォービドゥン・ラバーですね。このスネアのアクセントの移動だけで、マーチングスネアとその暗い世界観がすげー絶妙で、めちゃくちゃかっこいいんですよね。なんかね、もはやね、あの基礎練にもいい感じのフレーズです。 A メロから B メロからサビの盛り上がりからギターソロまで、で曲の終わりまで全部これだけなんですよ。その勇気なかなか出ないですね。センスがすごい。はい、というわけで5位はラルク・アンシエルさんのフォービドゥン・ラバーでした。はい、お次は第4位。第4位、キングヌーさんの白日でございます。もはやシーンを変えたっていう意味では第1位かもしれないですね。その音楽業界の貢献度っていうんですか、もうこれはアプローチが斬新かどうかというよりは、やはりこのジャンルといいますかね、ビートの文化自体を日本のポップシーンに持ち込んだっていう、この事実自体がものすごくでかすぎる。もちろんこのビートに関する単体での解説動画っていうのももちろん上げてるので、ぜひよかったらそちらもご覧ください。第3位、米津玄師さんのリビングデッドユースでございます。まあね、あのね、米津玄師さんかなり唯一無二です。もともとね、ボカロ P 出身でいらっしゃるんで、今でこそわかんないですけど、ちょっと初期の頃の曲って多分米津さんご自身がリズムプロデュースも全面的にされてると思うんですよね。すげえヘンテゴリンな音入れること多いじゃないですか。有名なのはレモンでいうところのウェッってやつとかで、このリビングデッドユースにもヘンテゴな音いっぱい入ってるんですよ。テン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 とか、裏でクラーベがねキッ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 ってなってたりとか、なんかね、その絡み全部が合わさった時のイメージが、やっぱりこれ全部自分で作ってる人特有のパズルのピースが合わさる感。単体だと全部みんな好き勝手に動いてるのに、合わさった時に絡みがめちゃくちゃいい。これが米津玄師さんの唯一無二なポイントですね。特にこのリビングデッドユース、まあドラムビート自体聞いてもらった通りすげえ独特なんですよこれ。やっぱ他のバンドとかじゃない、こういうパターンなかなか聞かないですよね。タムのトンって入れる音とか、あとねハイハットワークのアクセントの付け方、その入れどころがね、タタトタタ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 っていうね、まあ、とにかく絡みが気持ちいいんですね。サビの最後のそんなそんな歌を歌うっていう、このツクツタタツクツタタっていう、この16部裏裏のメロディーとこのスネアが絡んでるっていう、こんな奇抜な位置にスネアのアクセントがついてるのにメロディーと合わさってノリが気持ちいいっていう曲、これはやっぱね、米津玄師さんしか作れない感じがすごいしてます。めちゃくちゃかっこいいです。第2位はズバリ
テイラー・スウィフトさんで Shake It Off です。これなんでしょうね、シンプルなんだけどめちゃくちゃアナログ、すげえこの、まあ、ちょっとスティックなのか色なのかぶっちゃけわかんないですけど、このなんかアナログな音のシンプルな組み合わせでなんか可愛らしいし、なんかおしゃれ、すごくおしゃれで、このドラムから始まるじゃないですか、めちゃくちゃキャッチーなんですよね。でこれもね、絡みですね、あの後ろでバリトンサックスがスタタッタッタタッタッっていう背後のリフとメロともめっちゃ絡み合ってすごく好きです。これだから2位にランクインしました。さあ1位は何でしょう。第1位は東京事変さんの受水願い。もうね、僕ねめちゃくちゃ一生懸命真似しました。東京事変のドラマの畑俊樹さんが生んだこのフレーズ、いやこれ誰から影響を受けてんだろう。畑俊樹さん、アプローチのセンスとアイディアが凄まじすぎて、でこの曲への入れ込み方ですよ。この真ん中で叩くよりもスネアのこの円の外側面を叩いた方がサステインというんですか、余韻が残りやすいんですね。これが真ん中叩いた時で、これ端っこを叩いた時、音が甲高くなるでしょ。これを利用して左手のいわゆるこれクローズドリムっていうこういうね叩き方、この叩き方でヘッドを押さえるね、このタタカタタカっていうのをこうやるんですよ。でこれをビートに織り交ぜて、もう初めて聞いた時に電流が走りましたね。これはね、もうアイディアとテクニックと入れどころのセンス、もう全てにおいて星5みたいな感じ、めちゃくちゃかっこいいです。僕にとってのもう畑俊樹といえばフレーズ的な感じなんですけど、他の人がねやってんの聞いたことないんですよね。この入れ方してるの、バンドドラマーカルチャーに新しいアプローチを吹き込ませた、そんなドラミング、それがこの第1位のビートでした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。僕の思う斬新なかっこいいドラムビートトップ5でございました。皆さんの思うかっこいいビートよかったら教えてください。で僕が実演したり解説したりもできるんで、本日もご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。というわけでまたお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。